そしてポッドキャストリスナーの皆さんもし母国語と照らし合わせながら見たいという方は概要欄の YouTube のリンクから CC 字幕付き動画をぜひご活用ください。えよかったらチャンネル登録もお願いします。それでは本編にレッツゴー はい。というわけで今週もスタートしていきます。今週はですね、過去の動画内でちょっと疑問に残ったことがいくつかあったんですよね。その中で2つの事柄を今日ピックアップしてお話ししていこうと思います。来来的一些疑问来 というわけでですねまず一つ目なんですけれども私たちが動画配信始めたばっかりの時のエピソード2の東京の家賃比較の動画ですかねそちらの中でお話をしたことなんですけれども、えーとまあ、東京23区の、ね、治安についてお話しした時に実は千代田区が治安ランキングでは最下位でえあれ千代田区といえば確か皇居や東京駅があって で治安がいいイメージがあるはずだったんだけどそんなに低いんだということでちょっとびっくりして何でだろうっていう話をしてたんですよね。 嗯，首先的话呢，是因为我们在之前第二集里面有讲到一个，就是千代田区明明就是哎，应该感觉是治安很好的地方啊，可是怎么会在东京二十三区里面，居然它是治安最不好的地方？所以我们去查了一下。はい、災だった理由実はまずはすごく親切な私たちのチャンネルの視聴者の方がコメント欄の方でその理由を教えてくれたんですけれども、その理由というのが千代田区はやはりそもそも住んで 人の人口が少なくてでそうした場合に起きている犯罪件数に対して住んでいる人口が少ないつまり分母が少ないということで犯罪率が高いというふうに見えてしまうということだったんですね。うん、当時 千代田真的是因为住的人口非常少<嗯>所以计算犯罪率的部分分母小所以才导致犯罪率看起来很高そうなんです教えてくださったの視聴者の方本当にありがとうございます23区の治安のランキングは犯罪発生率で順位をつけたものだったんですけどもそれゆえに千代田区は最下位というふうな数字になっているんですがちなみに令和3年度の数字で見ると千代田区の人口は なんと、おおよそ6万6千人ほどだったんですね。 嗯，那我们的话有特别去看了一下，真的它是不是因为分母的关系影响了数据？那果然是真的，因为在令和三年的这个数据来看的话，千代田区是只有六万多的居住人数。嗯嗯，そうですそうです。これがどれくらい少ない数字なのかっていうのが、ま皆さんあまりピンとこないかもしれないんですけど、東京区の下から番目の人口、え番目に人口がつまり少ない区はどこかというと。

第二十二名的这个地区去做比较的话，第二十二名是中央区，中央区它居民就已经有十七万人了。<い>对，那是千代田区的话是六万六。そう、三倍近くね、違いますよね。うんうん。嗯，大概差了三倍。そう、だからこれで東京二十三区の中では人口が少ないのかお分かりいただけたと思うんですが。所以大家应该就可以知道，真的是因为分母的关系，所以才导致他的这种犯罪率也是真的是偏高。 というわけでですねまあ、ような理由から千代田区が治安ランキング上では一応23位っていう形になったということでしたいかがでしたでしょうか皆さんの疑問少しでも解消されてますでしょうか いや大家有没有就是对于为什么千代田区会犯罪率这么高的这个疑问多少有了解到一些人呢じゃ <laughs>、まあ千代田区のね治安についての疑問はここまでにしまして2、えー、つ目ですねこれもまたあのエピソード2の中で出てきた疑問だったと思うんですけれどもなぜ 港区には高層ビルが多いのかという質問これは確かゆきさんがね質問してくれたような気がしたんですがどうだったですかね对啊那接下来第二個問題的话就是为什么港区它的高楼大厦也这么多这个好像就是我在第二集的时候問到的问题うん、うん、そうなんですよねでこれも全然なんでだろうなってことでよく分かんなくて宿題にさせてもらってたんですけどやっぱりねいろんな理由があって たんですがその中でも一番まあよく、えー、見るな聞くなというふうな印象を受けたのは港区にはその都市が発展する要素。 4つあると言われてるんですがその4つの要素が揃っているということだったんですね。那因为特でその発展する要素4つの要素何かというとまず人ですねそしてお金そして情報そして物。 こちらの4つが揃っているということで発展したのではないかということで言われていますね。嗯，那当然也有很多的理由啦，但是主要的话也是因为这四个要素有，比如说人、钱、跟情报，还有东西都已经聚集到了港区这个地方，所以它才有办法发展起来。 はい、でまあそれらのものが揃っているということで多くの人がこうそこに集まってくるというふうに考えられますよね。で港区は名前の通り「港」ってついてますからもちろんすぐ近くに港があっていろんな交通や商業なんかがねとても盛んなところなんですよね。

力を入れていてい、まあ、美しいビルとかねある街に観光客がいっぱい来るだろうということでそういう結構。

就是大概两千年之后，在港区有一个非常大规模的都市开发计划。2000年代に，ま主に有名なテレビ局の近くとかに大きめの高いですね、あの商業ビルなどがたくさん開業したんですよね。嗯，在当时啊，除了日本的一些电视台啊，然后还有一些大规模的商办或者是商业设施都进驻到了港区。 えーまあ、そんな港区やはり東京23区の中でも高層ビルの数は圧倒的に1位なんだそうですそうですよねもうねほんと高層ビルばっかりだなって感じですけども。真的耶うん でね、その2000年以降に、ね、大規模な都市開発があったという話したんですけどもやはりその時期に合わせて港区民港区に住んでいる人たちの平均年収も徐々に上がっていってるんですよね。也因为有2000年以后的这些发展 港区的所得水准也真的在两千年以后开始上升。そんな港区民の平均年収皆さんいくらだと思いますか？就是大家觉得港区应该大家的平均年收应该要多少？我们先说东京平均好了。东京平均的话是多少？平均年收大概是五百万左右日币。

港区という感じですけど全然最近行ってないから分かんないですけど今港区どんな感じになってるんでしょうねちょっとそういった意味では興味ありますけど社会科見学としてね <laughs> 勉強として行ってみたいかなという気はしますよね对あ。那

だったらあるかもしれないということですよね。で、港区是真的很大規模的都市開发。そうですよね。港区ほどのね、規模ではないということですよね。うんうん、ね、ますますね、港区。ちょっと。 興味がどうですか皆さん湧いてきて住みたいとか思い始めてますか思い始めてる人はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですよ <laughs> なんか住人の部分だよね私たち過去に <laughs> あの港区のね、えー、平均家賃相場についてお話ししてますけどとっても高いので15万とかそれくらいだったっけね 1DK とかでね 我们在之前几集的时候也有说到，港区大概就是要一个月要十五万左右的日币，所以大家如果还是想要去港区住的话，还是可以注意一下，就是自己有没有办法负担。是的，詳しくちょっと確認したいという方はぜひ過去の動画遡って見ていただければなと思います。哎呀，如果大家想要知道的话，欢迎到我们的第二集 EP 二。